信州大学の活動をケーブルテレビを通じてお送りするこの番組、今回は信州の環境を生かしたフィールド事業による人間力向上の試みの様子をお送りします。第1回は水生生物の基づく環境調査です。今私たちは松本市の山の中にある長和地区に来ています。これは共通教育の授業である環境マインドを現場で体験するゼミという行いで来ているわけです。で、この授業は野外でですね、信州の自然を生かした授業を行うということが特徴です。で、その授業を通してここにありますように信州の環境を生かしたフィールド事業による人間力向上の試み、これを目指すという授業です。ここに来た学生たちはいろんな学年、いろんな学部から構成されています。で、その学生たちはここで作られたチームの中で調査をの計画を立て、その結果を討論し合って結論を見出すということを行います。まあ、そのためにはお互いに自分たちの役割をはっきり自覚し、相手の立場も認識し、そしてきちんとした結論を見出すということが必要となります。この自然を生かした授業の中でそのような人間力を高めるような試みを今ここで行っているということになります。第1回水生生物の基づく環境調査は、環境アセスメントセンターの職員を講師に松本市の梓川で行われました。水中に生息する虫の違いなどから、ダムを挟んで上流と下流では環境がどう違うのかを調べました。一つは水生昆虫、川の中にいる虫たちですね、そこと川との関係をまずは考えていく。それと今日は下流の方と上流の方の2地点調査を行いますので、それでは川の環境と生き物の関係、あと浄化炉の違いというところを皆さんで体験を通しながら学んでいければというふうに思っております。ちょっとした水、草と水の間とかにもいるのがそういうとこ好きなんで、例えばこういうとこにあってガシガシやるとこれ取ってこの裏のやつをこう洗ってった。学生たちは川の底にいる虫の見つけ方や捕まえ方を教わり、まずはダムの下流で調査をしました。石の下から下流に網を持ってきて、で上流の石をガサガサと動かしていく、足で、そうそうそう、持ち上げるようにして。あ、ダメだ、これ大きい。なんかオタマジャクシのよりちっちゃい版みたいな。はい、なんかサナギかなこれ。なんかまあ途中石に囲まれてる。これが石にこうやってくっついてる。自分の周りに石を。あ、くっついちゃったね。糸で手繰り寄せて。あ、でガードして。あ、まあ別の虫。なんか別の虫。いい。何の生き物か調べましょう。そうするとその生き物の名前わかると、実はその生き物が住んでる環境っていうのが分かってきます。っていうのが、例えば A っていう生き物がいたら、これは綺麗な川にいる生き物なんだなとか、汚い川にいる生き物だなっていう、そういう指標生物って言いますけれども、そういう指標になる生き物がいるので、そういうのを見つけていきたいと思います。サナギっぽいね、足的に。サナギにみんな集まるよ。これなんか違う幼虫だ。これタツミダミの幼虫だな。一番種類がいた生き物って何でした？カワゲラ類と、流れ飛びケラ類。カワゲラ類と、ヒラタカゲロウ類。カワゲラ類とヒラタカゲロウ類。この班は何がいましたか？ヒゲナガ、カワトビケラが多かった。10匹いました。10匹いました。ここの地点の川は綺麗な水ということになります。ただ綺麗な水って言っても、なんだろう、人間に言う綺麗な水とはちょっとわけが違って、有機物が少ない、ちょっと苔が多かったけれども、有機物が少ないとか、そういう指標の形になります。変わって今度はダムを挟んで上流で同様の調査をしました。あとは縁、まあ、ここは大きな縁はありませんが、そういう意味では先ほどよりも環境が、いろんな環境があると
いろんな虫がいるというところになるかと思いますので、それを環境ごととかですね、そういうところでも注意しながら、虫を探してもらうと面白いかなというふうに思っております。俺とまだ喋ならとりあえずガッてやって超ヌルヌルする。よいしょ、砂利ばっかだ。さっきみたいな泥こに、ね、なってくんないっていう。そう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 、違うよね。砂利ばっか取れる。黒いもん。落ちない。落としてくれ。任してくれ。これっぽくないの？これっぽいね。ウルマーシーマトビケラ。あ、こいつ、こいつ足っぽい。うわ、絡まった。ヘビトンボだよ、多分。どれだ？こっちの班は平田影浪類が一番取れて、判定は綺麗な水になりました。こちらはどうですか？平田影浪類が多くて綺麗な水です。最後にグループごと調査結果をまとめ、そこから導き出した上流と下流の環境の違いについて発表しました。流れ下流の方が薄いから、その有機物が多めに当たったりするんじゃないかっていう。これは、自分たちの班では、まあ、いろいろ生物特定でバケツから小型シマトビケラ類が下流に比べて多かったです。それと下流に比べて小さく平べったい虫が多く、これはその上流の方が下流に比べて流れが速かったことが関係すると思いました。イモムシ型の生物は基本的に石の隙間とかに生息するので、流れが遅い、アスタ川の方に基本的に住む生息するっていうちょっと特徴があって、逆にあの足があるイモムシ型でないものは流れの速いアスタ川の方に、アスタ川じゃない、ごめんなさい、長川の方に住むと言えるんですが、虫の種類を見るとそうでもなくて逆であったりするんですね。でもこの捕まえた数を見ると、アスタ川の流れの緩やかな方はその石の間に生息することが多いイモムシ型の数が10匹で、この長川の5倍程度いました。上流の方藻が少なくて下流の方藻が多いっていう理由は、多分あのダムが原因で、そのダムで一時的に水がせき止められるじゃないですか。で、水の流れが止まって、その流れが止まったことによって水が淀むんですよ。で、その水が淀むことで、その水の、まあその有機物の濃度が上がるというので、その有機物の濃度が上がったことによってその物量が増えるんですよ。だから今日の考察一つのテーマのダムの影響はあるんだけども、過小の拡張の度合いというのをちょっと考察に入れておきました。発表後、環境アセスメントセンターの職員から各グループの発表について好評がありました。いろいろ今日調査するにあたっていろいろ準備はさせていなかったんですけども、ある限られた道具と時間と場所で、自分たちの考えている調査ができて、またいろいろそこからですね、探究心があるなと思ったのが一番の感想です。やっぱり自然環境を知るだとか、自然について好きになるとか、そういうところだと思うんですけども、そういうふうなふうに、今後なってほしいなと学生さんたちには思います。私の将来の夢が環境系の仕事に就きたいと思っているので、それに関しての知識をしっかり得れるようにすることと、今後の自分の環境問題への意識を高めていきたいと思っております。どう調査するかっていうのだと、調査するそのなんて言うんでしょう、場所みたいなところのやっぱり選別が難しかったような気がしますね。ちょっと故郷の方が仙台で、その原発の方の事故の影響も多少なりとも受けてるんですよ。で、そういうところからそのエコ発電の方に、エコ発電の方にの知識を持って、なんか将来そういうエコ発電の、開発にいずれはなんかその多少なりとも携わってみたいなっていうのもあります。